初期の安全型自転車安全型自転車とは、ジョン・ケンプ・スターレーによって考案された自転車で、現代の自転車の原点と呼ばれている。スターレイは、ウィリアム・サットンと共同で、スターレイサットン社を、イギリスのコベントリーに、設立、1885年に、この自転車を、ローバー安全型自転車という名で販売した。販売直後から好評となり、 他のメーカーが後を追い模倣をして、イギリス全土に広まり、そして、ヨーロッパ、そして全世界へと輸出された。二つの、ほぼ同じサイズの車輪を前後に設置して、乗り手がその中央に座るという点は、ドライジーネ、ベロシペードと似ているが違う点では、前輪が後ろに傾斜した、フロントフォークで挟み込まれてその先端がハンドルを、返して、乗り手の手前にあること。 後輪がチェーン駆動を介して乗り手の真下にあるクランクと繋がっており低重心でかつ操作性に優れる構造となっている。これにより従来のペニーファージング型自転車が持つ欠点、高重心による不安定性が解消され、さらにハンドルとペダルが人間の体に自然な位置に取り付けられたことにより操作性が向上し、容易かつ安全に自転車を乗ることができるようになった。 ただし販売された当初は従来の車輪、鉄製のホイールに固形ゴムを貼り付けたものだったためにホイールが小さい安全型自転車は道路の凹凸の衝撃を拾いやすく乗り心地は必ずしも良くはなかった。しかし誕生とほとんど同時期の1888年にジョン・ブイド・ダンドップが空気を注入したゴムを使ったタイヤを考案乗り心地と同時に 速度の向上という恩恵を受けることになり能力は飛躍的に向上した。ブレーキは当初は後期のペニーファーチング型に付けられたような靴ベラのような鉄の板とタイヤ表面で制動力を効かせるスプーン型ブレーキがだったが、後にロッド式リムブレーキとなった。ブレーキは前輪のみだったが後輪の駆動が固定ギアだったので、ペダリングで減速させることも可能だった。 駆動方式は、チェーン駆動だったものの、ペダルを止めると車輪の動きも止まる固定ギアで、フリーホイールの登場は次のロードスター型の、登場直前まで待たなければならなかった。それでもブレーキがほとんど意味を持たず、制動力を効かせすぎるとすぐに点灯してしまうペニー、ファージング型と比べて、格段に操作が容易になった。フレームに関しては模索の状態が続いた。 安全型自転車のデザインは他の自転車職人にも広がっていき様々なフレームの形が試作され中にはダースレー・ペデルセン自転車のように現代でも愛好者が折り制作されている自転車も出てきたが試行錯誤の結果に最後まで生き残ったのがダイヤモンドフレームであるこれは現在でも自転車のフレームの基本設計として残っている元も々ともと自転車は スポーツ機材として考えられていた権威があり、ペニーファージング型は速度をいかに出すかという問いに答える形で洗練されていった自転車であった。しかしペニーファージング型は速度は出るものの非常に高価かつ運転には危険が伴うため産業革命で豊かになり余暇を楽しむようになったスポーツ好きの中流階級男性に需要がほぼ限られていた。 危険を伴わずに誰もが乗れる安全型自転車の登場は限られていた乗り手の範囲を一気に広げたのである。男性、女性、運動神経のあるなしに関わらず、中流階級の多くの人々が自転車を楽しむようになり、その範囲は階級をも超えた。すなわち、高価で危険なペニーファージング型自転車に日常、生活での必要性を感じなかった労働者階級が、 安全型自転車によって自転車そのものへの実用性を見出し、そういった人々の需要に高をして大量生産されていき価格が低下した。そしてロードスター型が誕生することとなる。また、スポーツの機材としても安全型自転車は多大な貢献をする。ダイヤモンドフレームが安全型自転車のフレームとして確立していくと人間の筋力をどうやって 効率よく伝えるかという課題に取り組むようになる。乗車姿勢が模索された結果、セミドロップ、そしてドロップハンドルの誕生へと繋がっていく。自転車が大量生産されていく中で1910年前後には、ロードバイクの原型がほぼ出来上がり、自転車が実用とスポーツ用で二分化され始めていく。そしてフリーホイール機能、変速機を得て、ロードレーサーへと発展していくことになる。 ありがとうございます。